こんんばは声やばくても面白くいこんばんは今日さすごい面白いことしたんだけどさ私の顔見たいめっちゃ笑うんだけどさちょっと恥ずかしくなってきちゃって今さら <laughs> せいちゃんこんばんはバンザイジャパンの高戦に行った足軽ジャパンの山梨県伝堂趣味習い竹島愛理です今日早いでしょ 真っ白いか早いのよ日曜日にお会いしましょうえ絶対ねシナモンさんこんばんはビジョンでお会いしましょうありがとうこんばんさーいブリブリのすみちゃんあっスギちゃんお久しぶりね私スギちゃん久しぶりに来たところで <laughs> 変なちょっと小細工したんさ今日さ5ヶ月目だから面白いことしようと思ってさドン引きすることしていいかな 予約してない予約しとく <laughs> 予約しとくえすごい顔してるよえすスギちゃん久しぶりに来て私こんな顔でいいのかって思ってるけど大丈夫かなえマジで私が小学校の時になんか母親となんかなんか急にお母さんが私が今してる顔みたいなことをしてきてあの二人ですっごい夜中中ツボって笑ってたっていうあの。 顔してるんだけどちょっと恥ずかしくなってきちゃってやめようちょっとやめようせいやさん <laughs> あっかけるさんそうじゃんあかけるかけるかけるさんってかけるっちさんじゃないよね違うしたっけいつも可愛いじゃんいつも可愛いんだけど今日は本当に可愛いいとかじゃない怖いあとでリップします OK ってことはカケルさんも来るのかなビジョン。カケルちかカケルちさんも来るのかなビジョン。え見たい？本当にあまいよ。ちょっと待って。私多分さ嫌われちゃうかもしれない顔してる。ちょっと待って。ちょっと心配になってきちゃったな。自分が怖くなってきた。今日さ顔をきれいきれいしてきたんよね。 綺麗にしてきたんだけど急にびっくりシャドーアップ <laughs> <laughs> でも可愛いすっぴんとかそういう話じゃなくてなんかお化けお化け私の小さい頃のね思い出なんだけど思い出っていうかねいくよここにテロップみんな読んだテロップテロップ重要だからね <laughs> スクショ準備テロップ読んだちゃんと。 見た <laughs> えちょっと恥ずかしいやばいこういうさこういうことに対して恥ずかしさを覚えてしまった私がいるからか可愛さを研究しすぎてなんかこういうねちょ,っとちょっとしたなんか自分を捨てて人笑を笑わせるっていうことをちょっと忘れてたから再び降臨させようと思ってちょっと勢いをね取り戻したいと思ってさ <laughs>。 心あったんです今まではねそこまでのね正直私が小さい時にやってなんかほんと自分を捨ててやってたお笑いとは違うことで今違うことっていうかそこ,そこまで <laughs> ちゃんと自分保ちながらのさお笑いやってたからさなんかあれなんだよまだねまだみんなが引かないレベルのさ 面白いってやたけど <laughs> でもさこんなハードル逆に上がっちゃってるよね見せないでちょっとやめとこう可愛いかわいいら見してもかわいいというか、ね、でもほんとにねほんとにやばいよマジワ「ワロタン、ワロタン、ワロタン、ビーム」って出るよほんとに <coughs> お笑いねやりたかったっていうお笑い芸人になりたかったっていう中学校の頃にね友達とねラララライ体操とか一緒にやってコンビみたいなの組んでたね <coughs> いいか早すぎちゃん早く見たいよすぎちゃん会いに来たよすぎちゃん久しぶりにさ会いに来て <laughs> 会いに来てくれたら見せてあげる常に滝島さん早く見せろう <laughs> るまで321ザーンえもう本当にどうしようなんか自分でさやるって決めときながらちょっと恥じらいをさあのー、ね覚えてしまった私を 誰か叱っておぐれってておれ感じなんだよねこんなさためらうことなかったのにさいざいざいざという時になるとさちょっとね厳しいのが出てきたのかな <coughs> ライブ今月行く予定嘘なんの対盤かぶってるとかどこどこ予定来てしすぎや <laughs> 今日白くて目がクリクリしてる顔してるかわいいでしょ。はい。えーもうちょっと本当に恥ずかしくなってちょっとどうしよう。多分ねよく見よく見てよく見ないと本当に変化が分かんないから出た瞬間よく見て。こんにちはって言いうから。三二一。 ほんとにさスクショしてほんとにスクショしてとはほんとにスクショしてねえはずどうしようなんかやばい恥ずかしさを恥ずかしさなんていいダメなんだよねこういうのにねじゃあいくよみんな大爆笑してくださいないいかしらあ ready? そこまでなんかだんだん面白くなくなってきたの自分ではルル歩きすぎて面白くなくなってきちゃったわいくよどこにすれば見えるかなここで見えるいけまーすあちょっと待って今さみましょう見なくなっちゃったんでよいしょいくよルルン皆さんこんばんは みんなこんばんばはわかる <laughs> みんなわかるかな私全然わかんないんだけどさ何にも見え,、ね、見えてるけどさこんばんは <laughs> ちょっと待って <laughs> ちょっと待ってみんない,いつも通りいつも通りいつも通りじゃないよちょっとよく見ないとわかんないんだよねほんとにいつも通りやばくない <laughs> みなさんこんばんはハロー ハロー、ね、ひこんにちはみんな元気今日はねたかみちゃんがね遊びに来てくれたのたかみちゃんがちょっと気づかないこれ大丈夫コメント読めないんだけどこんばんは今日も今日も元気えわかんないこんにちは 今日はね、とても化粧がうまくいってね、まつげもくるるんってしてさ、目も玉くりくりーってさ、黒目も大きくなっちゃってさ、かわいいでしょ。<laughs> どうしよう。かわいすぎてやばいなんて、みんななんてコメントしてるのいつも通りおいおいおい。<laughs> にしてね会話しない,といい感じこれちょっと失敗しちゃったんだよねでもね <laughs> あでも遠くから見ればさちょっとギャルな女の人に見えるねえいいじゃんこれギャルな女の人に見えるねえじゃあこれで行こうかなみんな誕生日おめでとうハッピーバースデー セリーバースデー <coughs> えっと引いたやめてー引かないでこうすればさわかんないでしょ多分目描いてることなんて目閉じて目開けてるじゃんほら目開けてるよ目開けてるでしょ前髪切った前髪切ったよ前じゃんそれ前いつもこんなテンションなんですかいつもこんなテンションなんです本当は本当はこういうことをね小さい時いっぱいやってたの 今落ち着いてるのだからだいぶ前髪じゃないよ前髪じゃないよ来るはし間違うえちょっってるあってるってる持ってきて持ってきて引いたやめて押して押してみんな押してくださいいつもよりクリクリしてるでしょかわいいねそして散々 <laughs> 引っ張ってこれやめてちょっとギャルっぽくないでもさ目が黒すぎてこれしてればわかんないね こして分かんないかいっかかわいい大丈夫ですかってやめて大丈夫だよほらかわいいね引っ張らなくてもやめてそういうさエンターテイナーだからさはめはめ全全開開いてますよ全開開いてるどういうこと全部開いてるから目まばたきするのがちょっと、ね、難しいんだでも目乾、ね、いちゃうんだよね来週,じょ来週の今日誕生日のリアル生誕生日イェーイ おめでとうハッピーバースデーメガネに小づけーイエイイエイ <laughs> これ我に帰った時に何してんだってなっちゃうやつよねおもろいおもろいっしょ体質おいおいおい戻持ってきて持ってきて持ってきて,て,きてまだ始まったばっかよギャル曽根似てるそうギャル曽根っぽくないちょっとこれ目開いてても分かんないね <laughs> やめてー って魚じゃないよあっハラケンだこんばんは今日も元気かな今日はね目がねパッチパチなのパッチクリあのー、顔キレイキレイしてきたから目がパチクリのパチクリしちゃったからさこんな感じでやってるけど大丈夫かなこれ大丈夫みんな逃げちゃったかな逃げちゃったみんないるみんな逃げちゃったかな日曜日説教します <laughs> やめて え大丈夫これみんないるハラケンどうすればいいこれ誰のせいこれ何かいつものかわいい <laughs> 何<ょっ> <laughs> か変わった変わったよ見てほらこんにちははいどうもまばたきしたいまばたきどうせばいいんだろうねまばたきできてる <laughs> やばすぎあ、なんだこれまぶたきをあ、まぶたき <laughs> ち,ょちょっとメガネして目開ける今日いつもよりなんだって星になっちゃってるよいませんいていてな飲んでから見てるからな、目元がすっきりしましたね スッキリした逆じゃない濃くなったと思うんだけどなこれ垂れ目垂れ目っぽくしてみたんだけどなんかだんだん見てるとなんか馴染んできてさ面白くなってくるんだけどねどう拾っていいのかわかんないえー、みんな大丈夫だよ気にしないでこれ普通これ通常運転だからほんとに <laughs> 通常運転だよちょっと半目で見るのがちょっと難しいんで、ね、こんな大きいそうそうこんな大きいんだよね黒目あばい、ほんとの目が見えちゃった今危ない危ない危ないちょっと待って とりあえずフォローしてかいって落ちますえー、ぎちゃんフォローしてなかったの逆にありがとう <laughs> 逆にあけいこさんこんばんはこんばんはえ本ほんとのメートは何言ってバいやバいそうそうそう設定をね忘れちゃいけないよね今日はねたかみちゃんがたかみちゃんが来てるからねちゃんとうんうんそう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  こういういポーズしてね <coughs> んと,とりあえずハートをしようにしたのでやめてくださいピンクにしてラブズキュんしよう一緒にこんな面白いとこないから本当に <laughs> ちょっと面白かった元気になった私すごく元気だったんだけど自分で自分で元気になったよかった自分でやっぱね自分でやってなんか自分で笑って楽しいなって思わればいいかなと思って <laughs> 自業自得みたいな自,自業自得が違うね何ていうの じがじさんじがじさんしてねあのー、ねいいんだよねそれでもね笑いは映るからね楽しく <laughs> みんなも楽しいだろうということでおリーさんとこんばんはどうもーはーい初見さんどうも初見さんじゃないけど初見さんの方もどうもえこんなことしたらもう15分経っちゃったの怖どうするあっ飛鳥さんこんばんはどうもー今日はタネ目で今日メイクかいたんだ 垂れ目になったの可愛いでしょこけ <laughs> あ、獣さんこんばんは、どうも今日メイク変えたんです、どうもーあ、しだ、あ、りんさんではないな、ちょっとりんさんじゃないの、ごめんね、りんさんじゃないののちょっとこういう感じなんです今日ねいつも可愛いスピーミレのから今日はね、今日は化粧バッチリだからね、これ完璧 そしてどこ <laughs> 目を細めて見てるのすごい難しいん、ね、でえっ、ー、とこんなことしたら無駄に引っ張りすぎこんなことしてたこ,こんなことしたらってえ無駄に引っ張りすぎやねんああ待つんだ <laughs> あどうもーやばい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 ケボさんやばいよかわいい愛リちゃんが拡散されちゃう <laughs> 今日は5か月記念日 みんなと出会って5ヶ月記念日です。テンション上がることやっちゃおうかなと思ってさ。テンション上がってんだよね。1人でだからたみちゃん誕生って感じで <coughs>。あなたは誰ですか？私は高見ちゃんです。高見愛理でございます。こんばんは。みんな。今日も元気でやってる？ さっき録画したのクリと取れて,てなかった。あ、魔法にかかってるね。これは高見ちゃんの魔法に。ははは。わあ。ははは。ちょ大丈夫かなこの大丈夫なんかいつもこういう感じなんだけどさ、みんなの前でちょっと落ち着いて過ごしてるつもりだけどちょっと出てきちゃったなんかやばい。記念日がこれでいいのかそうだ私ったら面白いんだからこういうことしないとね。あれ八月二十来ないの？え来ないってこと？ えーれば会えるよ私は出会って2ヶ月経ってないせやんそうねもうあっちょっと待ってこコメントが長いえー、っとどこファンが減っちゃうよそうだよファンが減っちゃってもね面白い人の面白い面白いファンの方が増えてくればいいかないいんだよ <laughs> よくないよくないいいんだよありのままのね私を好きになってくれる人がいてくれれば <laughs> 私のことは嫌いでも高見ちゃんのことは嫌いにならないでください レアキャラだからさ高見ちゃん入る、はい、ルームえ戻ってきて戻ってきて大丈夫だよ高見ちゃん今日高見ちゃん配信だからあ松マッツン卒業 <laughs> 違うか <laughs> 違うか <laughs> 高見愛理ちゃんで誰ですか高見愛理ちゃんですよウサギちゃんピノちゃんピノちゃん今日もいるからね だいぶ大丈夫じゃないと思うけど、まあ大丈夫だろう。だけど大丈夫でしょう。大丈夫じゃなかったらね、もうしょうがないね。そういうことよ。あ、カイトだ。こんばんは。今日は高見高見あいりがお送りしてます。こんばんは。ね、電池なくなる？マジ？竹島さんをしてあげて、高見ちゃんはさどうでもいいんだよ。今日は高見ちゃんだけど、あのー。 で滝島さんの方をよろしくお願いしますあ牛くんだこんばんこばははどどうも、はい、どうも高見ですいあ、仕事終わったお疲れ様20はそのままライブ25日はライブですね足軽、えー、ジャパンの、えー、渋谷ビジョンからのえっ、ーえー、と夫夫の方に移りたいと思います私ははいどうもこんにちは高見ちゃんあ高見ちゃんはこちらの方でございますこの人高見ちゃんですあのー 高見ちゃんですね高見愛梨がいますねあの妹妹竹島さんの妹が高見ちゃんねそうそうそう僕のおっし竹島さんおっしゃるんで入るあなんか妹だから大丈夫妹だからいて私妹竹島の妹だからさ妹のくせにさ名字が違うっていうちょっと複雑なんだよねごめんそこそこ触れないで複雑だから悲しくなっちゃう <laughs> え夜は竹島さんあ 今日はね、たかみちゃんの番だからねやらないって言ってたよお姉ちゃんもなんか眠いってたかみちゃんのお披露目いつえ、多分ね、明日かな明日横浜アリーナで明日なんかオレンジステージでね12時40分からあのー、お披露目ステージが横浜アリーナでやっちゃうっていう大規模なね、たかみちゃんシリーズでやってます よく言ったらこういうばかりじゃ好きじゃないならファイナルな、ね、そうそうそうだよそう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 いうことよそう滝滝芋そう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 滝島の妹でございます芋芋の芋でご身長美人お虫それはお寿しかそうだよこの高見ちゃんはねいいからね妹だからどうでもいいのちゃんとしてるじゃんちゃんとしてるよ高見ちゃんですどうもお披露目めっちゃ豪華でそうでしょやばくないハマリネでいきなりずるいよね あれ目の下もう一つの目あ違う違う違うこれこれあ出てない目の下のもう一つの目出てないよ大丈夫大丈夫ほらほら無事無事無事えっと高見ちゃんライブ出たお支配お支いする困っちゃうねそれちら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 こう <laughs> 怖いよねそろそろなんか頭痛くなってきちゃったそろそろなんか高見ちゃんの乗っ取りにより 滝島氏頭痛くなってきちゃったよどうしよう贅沢すぎるよヒロメダイオンの目が開花した時空世界の終わりを <laughs> 意味するそれあれやんけなんかこの目,目のやつ目のところその設定疲れないえ大丈夫だってこれ設定じゃないもん本物だもん私高見高見ちゃんだからあのキャラクターとかじゃないからさもう疲れとかないからね

竹島さんね今日なんかねうさぎちゃんとね遊びたいっていうかね困っちゃうねそんなこと言ったらもうさそうかそうだよあそう柳沢進行だ間違えた <laughs> <laughs> 高見沢沢違いだったよやばいやばいもうさん初見やばいじゃんちょっと初見さんにこんなこんにちはやばいよ今金沢のホストファミリーで一人でバカみたいな シェ <laughs> シリーさんツボると面白いよね <laughs> めっちゃ笑ってる <laughs> どうもモさんこんにちは今日は竹島愛理の妹が配信です嘘嘘です嘘です初見さんにどうやって言えばいいんだろうおいおらはたかみちゃんお,おいそうなのじゃたかみちゃんもねよろしくお願いしますもう多分出てこないと思うけど今日今日一日でねなんか田舎の方に帰るんだって 滝島さんいないのかるけ <laughs> えいるいるお姉ちゃんここにいるお姉ちゃん普通にこっちも適当こいたえ <laughs> でもさそろそろさ見慣れてきたでしょこれ <laughs> 滝 a さんの真似してえ滝 a さんの真似ど,どんな感じかなうんうんんんんうんんんん ちゃんを知ったいのに今日だけそう今日だけなんだよね困るよねお姉さん呼んでお姉ちゃんお,、ね、お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんどこ <laughs> お,、ね、お姉ちゃんいたお姉ちゃんいたはい愛梨だよなんか間違えてさシナモンになっちゃったんですけど2人で配信分かった はいどうもお姉ちゃんでーすと妹でーす今日はどうしたの今日逆にどうしたのみんななんか困惑してるけど知りたい逆にみんなはシェリーがそういうアイドル好きかとといて <laughs> やばいじゃんちょっと明日も来て普通にしてるからほうそうかそう色白なのもすごい色白 私の好きなアリさんがシナモンそうシナモンになっちゃったんだよ滝島クリステルさんおもてなしおもてなしはいどうも <laughs> ちょっとオチを持ってくるねちょっとちょっと待っててみんな持ってくるとか言っちゃいけないみんなが待ってたさ シナモンでライブさっきからもチラチラあれは大事の目開いちゃってるこんにちはみんなピノちゃんだよほらこれ見て癒されてないこんな目のことなんて忘れてさこれ取っちゃったほがいいねはいどうもどうも元気かなみんな何も見えないんだよねでも うさぎちゃん助けてーどうしようって終わればいいこれうんあいたいた,いたごめんね蹴られちゃったよ顔に顔に毛がすごいついちゃう <laughs> ちょっとちょっとやばいんだけどうちまで用意して用意してさっきもいついたんだけどもうねこんな人嫌だって蹴られたごめんね ちょっ毛がすごいのなんのってねはいどうぞ勝手にしろって言われちゃったよごめんね高見さん可愛く見えそうでしょだんだん可愛く見えてくるでしょなんか馴染んできたでしょだんだん。

みれちゃんだねあそうそうそうわ食べたすごい怪我、怪我すごいよ怪我。おし変したやばいじゃんまた固まる配信あのねこれちょっと待って怪我。パー これ見てかおにさんのねママが作ってくれたんです急にくれたのびっくり私も昨日うかおにさんが「はいあいりちゃん」って言って「えっ、ー?」って言ったらしおりのママがねって言ってくれたんですえー、なんでですかって言ったらなんかわからんけどこれはふみの分これはしおりの分って言ってこれまるほうちゃんにあげてって言われたらしいよ。 すごいよね嬉しい初めてかわいいじゃんこっちかな向きどっちだろうこ,こうえめっちゃ似合う自分今日いっぱいうさぎいっぱいの牧場に行ったうさぎの牧場うさぎの牧場あるのいいなかわいいねうさぎもいろんな種類あるからね やばい目が見えちゃうね。高見さんと竹乃さん、どっち押せばあ、たぶんね、ピノちゃん押せばいいと思う、ピノちゃん。ピノちゃん押してそれ見た。かわいいよね、ほんと。びっくり、うれしい。ママ、ママも押せる。ほんとそう、ありがとうございます。ショールームのね、イベントも、とても応援してくれたんです。ママさんもね、一緒に、あのー、なんだっけ、星をね、 結構投げてくれてねうしくもいっぱいいたもうもううしくもいっぱいいたのやばいじゃん <laughs> あれあ、そっか更新だねやっぱり喉が鳴っちゃうそうそうそう、ピナちゃんは知ってね蝶ネクタイこれ実は蝶ネクタイだった どこでもなんか何でも用途使えそうえめっちゃ可愛いんだけどほんとピラちゃん押してあ牛。ウッシーもうもうウッシくんだよってねそんなこんなでも30分とかいっちゃったあタダトラさんだこんにちはどうもタカミちゃんですはいどうもみんなはいどうもって言って <laughs> はいどうもって言ったらはいどうもって言わないとあタナシュウさんだこんばんははいどうも 今日目のメイク違うんだよちょっと今日まつげをねボリューミーにアップアップさせてね見てみたんだよね30分経ったのやばいあ、いいね、はいどうもはいどうもはいはいどうも、は,は,はいはい、せーの,のーああれ <laughs> あ,っあれ、あ,っあ,っあれあ、こうちゃん あ、はいどうもーはいどうもファイバーファイバーワイパーはいどうも状況が理解できないそれはそうハッピーバースデー今日誕生日の人いますかないかシャリンガン顔やばいこれなんか普通で普通今日メイクがねメイク変えたんだ,だからいつもね あかわいさの研究してるからさ日々昨日の昨日よりも今日の自分を目指してるからね日々 <laughs> 日々頑張ってるんだけどさ今日が一番かわいいかもしれない世界中で一番かわいいわ。その自信はあるよ。 自分,自分あっ、たかみちゃんだった、たかみちゃんがね、たかみちゃんが一番かわいい。あら、ハンジーのこんばんは、どうもー、はい、どうもー、こ一郎くんは目を合わせないので、ここで会いましょう。家、全然突き進むよ、はい、どうもー、二人待ちが長い、長いでしょ、いまいち状況つかんでい、つかんでーち、ちゃんとついてきてよ、前髪は違いくらい、メイクの違いくらい、メイクの違い、あ、ほんとさすが。 はいどうもうか、はいどうもにすごいはまってるんだよね <laughs> ちょっとブリブリのブリブリのすみちゃん星を投げて回避してる無理ですねーなんだってみんなついてきてる明日はたかみちゃんのお披露目があるからさないけど し見さん行ったら紛らしくなってないけどねもう話できることがないほど <laughs> やばいよー明日はね横浜アリーナであのアットジャムエキスポえ横浜アリーナオレンジステージでねたかみちゃんプラスのステージがありますのでねないよ本当はないよ本当はないよ本当はないからね だいぶつ,ついてきてちょっと何これなんていうの倍倍終わればってどういうこと倍って何もっと倍にした方がいいってこともっと目を大きくした方がいいひ意う意ねさちか地獄の二連戦わあそうなの そうだよもう明日だよまだ今日になってないもんね明日だったあ鳥栖さんどうもはいどうもはいどうもー醤油、はい、だってねごめんなさい <laughs> ついていけないやめてお酒飲まないでお酒飲めないからさじゃあさもう終わろう <laughs> 明日横浜アリーナでアットジャムのねあお姉ちゃんができるねお姉ちゃんお姉ちゃんはいシャキーンえっと明日がね あ、滝島ですけどもえー、明日は横浜アリーナであのー、<laughs> 何をかわかんないです明日はね横浜アリーナでねあのー、アットジャムエキスポーあのー、<laughs> オレンジステージでね出ますので「よろしくお願いします」ってすごいさ説得力ないのこんなはいどうも高見ちゃんです のが大きいでしょ大きくなっちゃったのよ <laughs> すごくね <laughs> こうしてさ普通に見なければ普通じゃないなんか明日もァ水着なんでしょえっとそれはどうかな私水着じゃないもの着るかもしれないな水着じゃないものとは目の下のマすごいでしょ「新章が水着だと聞いた」 見すぎ水着で踊っちゃうよって楽しみだね何で出てくるかなみんな楽しむよそこもね目が痛くなってきちゃった楽しみにしてもらって今日はたかみちゃんで終わりたいと思いますねクマじゃないよこれちゃんと書いたぞここ。 この配信のくで現実を教えてハッピーになったそれはね最高に嬉しいね私ハッピーにさせることがね永遠の夢だからねてな感じでね私はねあのうさぎちゃんどこあペンギ先輩だちょっと待ってたペンギ先輩見せてあげるよピノちゃんピノちゃんペンギ先輩呼んでるよあごめんごめんねごめんねペンギペンギ先輩来た やぺんぺんだよぺんぺんおぺんぺんうちのピノちゃんですこんにちはどうもはいどうもおしめんきたーピノちゃんおしめんだってよかったね同じ動物として嬉しいでしょう嬉しいそうですあっごめん逃げないではいどうも 込んでねはいどうもおしゃれさ横浜くんねみやってんのが一番かわいいあこれが一番やっぱかわいいね今日めっちゃ漏れてるなお姉ちゃんが見るほうがハッピーハッピーの向こうが行きそうやばいやばいやばい天に見されちゃうよじゃあ石こうば横浜来たな ちゃんはもうカイウサギちゃんだよってえー、なんかすごいギャルみたいだねこのメイクメガいとか世界がおるあいばいとじなきゃはいどうもおたかみちゃんですなんかなんだ元気元気出た嬉しい私それをその言葉が聞けるのが一番嬉しいんですけどちびうさんシナモちゃだよ品種はねミニウサギですね あのー、なんだっけレッキースとうーんと普通のなんだっけドワーフだっけ忘れちゃった名前ドワーフドワーフだっけドワーフセギとレッキースが、ま、ミックス犬ミックス犬みたいな感じかなああ、はい、待ってるはいどうも <laughs> 来られない来週までしかああそういうことそういうことね の今あれですかあのー、なんだっけ普通の普通のうさぎってなんて言うんだっけミニドワーフなんだっけドワーフじゃなくて何だっけ普通のうさぎデカウサギよーミニレッキスえあそうなのじゃあやっぱうちと似てるやつは耳が長くてさ足がおっきいやつ みんなもウサギ勝ってね <laughs> じゃそろそろ終わっちゃうねえ30分経ったかな何分経ってるかな今今はうんーっと39分経ってたオケ牧場だね終わる終わっちゃうね毛並みの品種を小型に改良したやつねあそうなの あんまり、ね、知らんかった来たばっかりだけどね今日はね終わっちゃうようちの娘はちびうさだった犯罪どういうことどういうことあちつう焼きうさぎしか飼ってないああ焼きうさぎちゃんもね美味しいよねわかんないけど <laughs> 焼きうさぎもね うさぎ可愛く見えるもっとかわ好きあそうなのそううさぎちゃんね私もね友達が飼っててさそれまであんまり興味なかったんだけどなんかえ可愛いと思った元山に神経取られたから今は離れてくるあそうなのかわいいうさぎちゃんお疲れ様セーラームーンちびすぎあそういうことうしかしいよ難しいあのよ 私もセーラーラだからねえ、なんかめっちゃギャルみたいじゃん遠くから見るとすごいギャルメイクしてる女の子じゃない普通に普通にギャルメイクしてる女の子だよねこれえ怖いイタリア人ウサギでえそうなの前晩一緒の人で、ねま、腕枕してえやば <laughs> めっちゃおとなしいウサギやん今日もかわいい人でしょ 怖いえなんかほらギャルメギャルのさギャルの女の子って感じじゃないこれ遠くにしていればえすごいこんなに目が大きくなるんだねこれもありよりのありかしら「喋べりぐー」とか言ってそうやばードワーフホトみたいなメイクえな何それ これメイクじゃなほんとにこういう高見ちゃんっていう子がいるのよ車いすマホそうだよねギャルに見えるよねえちょっとギャルギャルもいけるかなギャル好きじゃないけど竹島さみつかも <laughs> ギャルもいける気がしてきたウサギ島行ったことないドワーフフォトってウサギの品種があんのえー、あえそれさ目のさあれでしょとこにさ アイラインみたいに引いてある先さぎかそれ友達買いたいって言ってた次次って言い方すごいあれだけど今度買うってすごい女子力高いよね向山ダウンホとこれちゃ,んとちゃんとアイライン引くやつで描いちゃったんだ可愛いね今日もでもギャグに見えるそれはそうそれはそうギャグに見えるよ本当 かわい,いねこの字取りをさあとでアップしたらやばいかなツイッターからフォロワー全員消えちゃうかなうわ全然ね撮るの簡単だよえうさぎ島って何どこにあんのまた来月野生のうさぎがいっぱいいるってことこれねオイルでね瞬殺なのシュッて取れちゃううさぎ島何それ 自撮りあげ,げちゃうこれウサギ島ってなんだろう気になる木保存黒歴史に刻まれるやつだウサギ島広島県瀬戸内大久野町って瀬戸内内に浮かぶ島で最近400匹ぐらいいるのやば それってさえ何何何、え、かわい,いえこ生のウサギ生っていうか生とか <laughs> 焼けてるとかじゃないけど生っていうか,になんかなんか何ていうの生のウサギなのやばっ広島県広島県広島県大久野町。 えー、何すごいやばうさぎちゃんいっぱいいるえ広島行ったら行こう生のうさぎ間違えちゃった生のうさぎとかいっちゃったなんかこうね普通のぴょんぴょんしてるうさぎその辺でへえじゃあ終わるね そせ野生せ生のうさぎちゃんじゃあ今日はたかみちゃんがね私の5ヶ月のハッピーバースデーを祝ばしてくれたから50ゆくこしたらフェリー乗り込ん乗り場に300人えー、やばそんな行くんだみんな今日はハッピーバースデーだからねおやすみー <laughs> ハッピーバースデーありがとうこれからの高見ちゃんと滝島ゆりもねよろしくお願いします ということで、明日横浜アリーナでね、アットジャムエキスポーライブがありますので、オレンジステージ12時半からありますからね、え今日からまた、明日から、明日からまたライブが多分連続で続くと思うので、そうよね、結構続くね、そう。気になった方はね、Twitter をチェックしてください。ハッピーバー。ありがとう、おやすみうさぎ。ありがとう、うさぎ。ありがとう、うさぎ。バイバイ。 待って切る切る,切るね,切るねさようなたかみちゃんだよ。